とうございます。まず大臣から。あ、特にありません。はい、田中慶秀大臣がですね、辞任されました。まずこの受け止めとですね、あと総理のその任命責任についてお願いします。田中大臣については特にですね、私から、コメントすることはありません。またその立場にもないというふうに思っています。田中大臣が辞任ということになりますとですね、拉致問題担当大臣としては民主党政権以降、7人目の大臣だったわけですけれども、拉致問題に与えるですね、影響というか、そういったものはどういうふうにご覧になっているでしょうか。いずれにしてもですね、拉致の問題については、それぞれ、外務省そして、拉致の本部というか、拉致対策担当大臣それぞれからですね、官邸の方に全ての情報が上がってますので、官邸の方でですね、集約をして、判断をしている、そういう状況にありますので、影響をですね、最小化していかなければならないし、影響がないようにしていかなければならないというふうに考えています。沖縄なんですけれども、はい、アメリカ軍兵士による集団強姦致傷事件がありましたけれども、米軍がですね、再発防止策発表されました。まずこの受け止めとですね、今日未明に日本時間の今日未明に中山知事がですね、ワシントンで、アメリカ政府のですね、高官と直接抗議をしたわけですけれども、こう高まる沖縄のですね、反発の声に対してこれから政府としてどう向き合っていくかお願いします。これは悪質な事件ですから絶対あってはならない事件なので、私も欧州出張中でしたけれども、キラ副大臣から報告を受けて、もうその場で、厳しい対応を取るようにというか、具体的にあの時にまず出張者含めて、夜間の外出禁止という措置をまず取るべきだということを言いました。で、米側としても迅速にですね、まずその対策を取ってくれたというふうに、そういう意味での評価はあります。ただこれからですね、やはり引き続き、具体的な考えをですね、日本側としてもですね、申し入れていく必要があるというふうに思ってます。やはりこの事件をですね、なくしていく、この努力をですね、しっかり行わないと、単に何か綱紀粛正再発防止っていう言葉だけではですね、ダメだというふうに思ってます。リバティ制度の見直しっていうのが行われてます。いわゆる勤務時間外行動の規制の見直しっていうんですか、公務外の自由時間の規制についてですね、今いろいろと米側も考えているところなので、日本側としてもですね、いろんな注文というか具体的な考え方を伝えていきたいなというふうに思っています。それでは各社さんからお願いします。すみません、琉球新報ですが、はい、今の関連なんですが、特に大臣が考えられるその具体的なですね、対応策としてはどういったものが挙げられるでしょうか。昨日、週末に戻りましたので、早速昨日から、私なりにですね、担当者を呼んで、いろいろと議論しています。どういうことを具体的にですね、米側に伝えるかという話をですね、今まだこの場で申し上げれる段階ではありませんけれども、沖縄の方々の考え方なんかにもですね、耳を傾けながら、やはり日本側として、引き続き、しっかりと対応することが大事だというふうに思っています。すみません、スケジュール的にはいつ頃そのリバティカード制度の見直し含めた追加的な対応策というのが発表されまだそれはですね、ちょっと申し上げれる段階ではありません。はい、沖縄タイムズです。関連してなんですが、はい、昨日下地大臣とお会いされていると思うんですが、その中でもお話あったかと思うんですが、その外出禁止令の高級化とかですね、その間の地元の経済振興策などを下地大臣おっしゃっていたと思うんですが、その考えについてはどういうふうに聞きますか。もういろんなそういった提言とか、そういったことも含めて、
議論して、結局その効果とかも含めてですね、よく精査をして、その上で、米軍にですね、あるいは米側に、しっかりと日本側として、言いたいというふうに思っています。大臣、今日ですね、ロシアの安全保障会議のパトルシェフさんと会談したいと思います、はい、安全保障会議の方と、外務省の話し合いというのは初めてだと思うんですけれども、プーチンの側近でもあるあの方との会談をどういうふうに捉えていらっしゃるか、外交防衛当局とだと日米、安保協議とか今までやってきたと思うんですけれども、安全保障会議と、日本政府との間の協力というのはどういうことが可能か、今お考えあれば教えていただけますでしょうか。安全保障会議っていうのは、議長がプーチン大統領です、そのプーチン大統領と、極めて近い、と言われる方が、今日訪日をされるパトルシェフ書記であるということです、その安全保障会議と、外務省がいわば対話のチャンネルというのを確立するという意味合いは、非常に大きいというふうに思います。これは長きにわたって大きいというふうに思ってます。で、短期的にはですね、総理訪ロに向けた、安全保障上のですね、重要なステップに当然なるということになりますので、今皆さんはどうご覧になっているか、日ロの協力というのは私は順調だと思ってます。そういう順調に協力が進んでいく中で、この安全保障の分野でもですね、具体的な議論をこうして開始し、いわゆるプーチン大統領が議長の安全保障会議とこうして対話のチャンネルが確立され、国際情勢も含めてさまざまな意見交換を掘り下げた形で行うという意味合いは私は大きいというふうに考えています。大臣、関連なんですけれども、その安全保障でですね、中国の周辺のロシア、昨日もインドですね、インド、オーストラリアとですね、この辺で中国の周辺の国々との安全保障についてですね、強化していくという考えについて、この意義付けというか狙いというのはどういうのがあるでしょうか。特にその特定の国を念頭に何かを考えるということではなくて、やはりアジア太平洋全体、もっと言うと世界全体が戦略環境が変わってきている、その戦略環境のその変化の認識っていうものをまず共有しなきゃいけないというふうに思います。それはロシアともインドとも、いや中国とだって認識を共有しなきゃいけないということだと思います。で、その上で、まさにですね、日ロ間の安全保障防衛、等々の協力の在り方を具体化していくということは非常に意義のあることであるというふうに思ってます。すみません、国連 の、 非常任理事国入りの選挙について2点をお伺いしたいんですけれども、1点目はまず日本がどこに投票したのかということ、で2点目はその韓国に投票したとその報じられておりますけれども、日本政府 の、 その表向きの立場としてはこれまでも秘密投票を行ってきたので明らかにしていないという立場だと思うんですが、経緯は経緯としてその8月以降こう日韓関係がいろいろあって国民的な関心が高まる中で、民意の支持を受けたその外交を展開する上 で、 ですね、今回の投票行動について従来通りその非公表にするといったことが適切かどうかということを大臣の考えを聞かせていただきます。まずこれはもう従来から杉本さんおっしゃるように、秘密投票でこれいろんな国が立候補してます。そういった関係国との関係もありますので、これはやはり基本的には公表しないということだというふうに思ってます。総合的に判断をして、どこに入れるかを決めるということだと思います。大臣、新華社の加古と申しますが、欧州の歴訪について伺いたいんですが、3カ国 の、 会談相手は日中の対立について日本の立場に理解して、あるいは支持するという発言が得られたんでしょうか。
もうすでにご存知だと思いますけれども、それぞれ参加国とも国際法にのっとって、平和的に事態を処理していくということで、一致をしたということであります。それは我が国の方針でもあるということでありますし、我が国の立場についてはそれは内々さまざまな議論を掘り下げた形で行いました。突っ込んだ意見交換の結果、さまざまな発言もございましたけれども、それは公の場での発言ではありますけれども、公表できるのは先ほど申し上げた国際法にのっとって平和的に事態を処理していくということで一致したということでございます。そういう意味では我が国の立場とそれは変わらないということであります。ありがとうございますので、そろそろ終わりにしたいんですが、西日本新聞の吉田です。日米地位協定の件ですけれども、沖縄から日米地位協定の改定を見直しを求める声がまた一段と強まっています。民主党はマニフェストで地位協定についても言及していたと思うんですが、大臣の現在の考え方についてお願いします。それはあれですか、米兵の事件に関して、関してというか、もちろん関してなんだけれども、今回の事件は別に日米地位協定が直接関わっていないことはもう当然分かっている上で聞いています。おっしゃるように直接関わるわけではないんですよね。ですからその意味するところ、意義そして効果というものを十分勘案して、またそれによって得られる成果というものを勘案をして、時期を見定めなければならないというふうに思ってます。時期を見定めなければならないということは、改定を、いや今までも申し上げてきたと思いますけれども、今まで申し上げてきたことは、いわゆるこれまで、在日米軍の再編の進展、を進めてきているわけでありますけれども、進展を進めてきているというのはおかしいですね。在日米軍の再編を進めてきているわけでありますけれども、そういった進展状況等を勘案しながらですね、日米地位協定の改定の問題について考えていきたいということを申し上げてきたと思いますので、そういう意味では基本的に変わるわけではありませんけれども、先ほど申し上げたような観点でよく、考えていきたいというふうに思っています。大臣、すみません、尖閣の関係で、昨日パナマ外務大臣、パナマの外相会談がありましたけれども、その中での尖閣について何かやり取りあったかということと。特にありません。特にありませんというか、一定のやり取りがありました。はいはい。あとその汗の ASEAN 今後ありますけれども、それの中でもその尖閣についての理解を各国に求めるという考えは、いやまだ決めてません。はい、よろしいでしょうか。はい、